スタート。監督の太田です。山本太郎応援企画、今日はですね、ちょっと太郎さんと山本太郎さんと関わりのある人たちを、ちょっと含めた話、してみようと思います。でね、まあ、そもそももう何度も話したんで、もうこれ見てくれてる方はあれですけれども、朝日のアトリエという映画、まあ、僕はそう映画監督をやってるので、僕が撮った3作目の原発事故を描いた映画です。で、これに、太郎さん出てもらって、ということで、この映画の前後、ずっと一緒にお仕事する、ことになったんですけれども、で、その後に彼は、この映画完成してからね、完成して公開された、直後ぐらいに、出馬して参議院、その時は2013年だったと思うんですけど、で、政治家に、ね、参議院議員になります。で、国会に行くようになって、まあでもその頃はすごかったですよ。半袖のポロシャツ着て半ズボン履いて国会行ってたっていうんですね。それに金髪つけてたのかな、で行ってたっていうんです。もうそれ自体が話題になったりしたんですけれども、まあそういう型破りな議員としてスタートしたんですけれども、でその後まあいろいろ質問したり、話題を取ったりしたんですけど、でそんな頃にある、元議員であり、県知事もやられた方、まあ、やっぱその、政治に詳しい方にお話を聞いたんですよ。で、まあ、朝日のあたりを見てくださったんですけど、で、その方と話してたら、いや、山本君もね、太郎君もね、まあ、頑張ってはいるんだけどね、一人でいくらね、国会でいろんな発言したり質問してしてもね、やっぱり何も変えることはできないんだよって、やっぱ大きな、政党に、入って、こう、やっぱり、そういう団体に入らないと結局国会っていうのは何もできないんだよねって言って、おっしゃってた、すごく冷ややかにおっしゃってたんで、太郎さん頑張ってるのにと思ったんですけど、でもまあそれはね、やっぱりそうなんだと思うんです。結局採決するときにやっぱ数が必要になってくるので、で意見言うのも、やっぱりそういう党に入ってないと代表質問っていうか質問もできないみたいなことがあって、太郎さんどうするんだろうなと思いながら、まあね、もう映画終わっていたので、もうね、舞台挨拶と宣伝活動も終わっていたので、終わって、それともね、なかなかお会いすることはなくなるんですけれども、しばらくしてから、太郎さんが、自由党に入りますっていう、ニュースがあって、と思ったんですよ。だからそのさっきの、ね、方が言ってた通り、やはりそういう団体や党に入らないと、なかなかこう思うようなこともできないし、意味あることができないって言ってるの、多分太郎さんもね、考える人ですから、ね、考えて、やっぱりそうしようって。だからって言って、ただ数の一つになってしまうような政党に入ったらダメだけれども、何らかのやはりそういう、自分の発想に近いところって考えたんだと思うんです。でもね、太郎さんもそのね、すごく僕勉強している人ですけれども、他の当時のね、他の党を見たときに、まず入れてくれないんじゃないかなという、思いもあったんですけれども、自由党かと思って、なるほどなと思ったんですよ。で、その時の自由党党首が小沢一郎さんだったわけですね。って言いますのはね、僕はね、その前から、まあ、太郎さんがその議員になる前から、まあ、政治に興味あるというよりも、結構ね、そういう変な人とか問題ある人にすごく関心があったんですよ。小沢一郎さんっていうのはね、やっぱ非常にいろんな、批判も多い、悪く言う人も多いっていう。でもそういう人たちって本当に悪い人の場合と、何らかの形で悪く言われてる場合とあるんですよね。小沢一郎さんに関してもね、本当にそういう人かなっていう。だから誰かに聞くと、小沢一郎ってどう思いますって聞いたら、ああ、私嫌いとかって、まあ、知り合いのおばちゃん、いや嫌いとかって言うんですよ。いや、なんで嫌いなんですかって言ったら、大体イメージが悪代官。黒幕とか金権政治の権化とか、もうそういう悪いことがいっぱい出てきて、でだから私嫌いなのよ、あの人はもう噛めるだけでもいいやとか言うんだけれども、じゃあ具体的に小沢一郎はどういうことをして、なんか逮捕されたりしたことってありましたっけって言ったら、よくは知らないんだけど、なんかね、やっぱり嫌だしね、悪そうだからとかって言うんですよ。で誰に聞いてもそうで、明確に誰も答えられない。
ていたところに、まあ、ちょっと朝日のあたりやってから、いろんな人がね、いろんな業界のもう政界、財界、ジャーナリスト、なんかいろんな人たちと知り合ったっていうかね、応援してくれたりして、いろんな情報をくれるようになったんで、その中の政治に詳しい人が教えてくれたんですけどね。あれはね、小沢一郎は彼の政敵、そういう、まあ、敵対勢力が、もう企業と組んでものすごいお金をかけて、ネガティブキャンペーンをやったんだよって。そういう悪いイメージを流すキャンペーンをもうお金をかけてやって、でそれにみんな引っかかってしまって、理由もなくその問題点も明確に知らないのに嫌いだ怪しい悪い、とか黒幕とかいうふうなことを言うようになったんだよって教えてくれたんですよ。でまあもちろん僕もね、実は映画監督やる前にあのライターっていう仕事をやってて、で人の言うことをやっぱ鵜呑みにしちゃいけないんですよ。必ず確認を取る、他の3つ4つのソースからやっぱり、やっていかないと、この人いい人だから、いやこの人悪い人だから、その直接の本人の言うことだけ聞いちゃやっぱりダメなんで、でもまあそういう情報がありましたっていうところからね、ちょっと小沢一郎って興味を持って、まあちょっと彼の本を読んでみたり、会ったことある人の話聞いたりしていたんですけれども、そうするとね、どうもその言われてるような人じゃないなっていう。で何よりもあれですよね、この自民党政権を倒して2回も政権交代をした人じゃないですか。で当然やっぱ彼を恐れている人、勢力グループが絶対いっぱいあると思うんですよね。でそういうところは絶対よく言わない、 この人悪い人だってやっぱり言いたいはずだよなっていうね。でそういうことが考えていくと、実は小沢一郎っていうのは言われてる人とは違う、なんていうかな、思いのある人じゃないかなっていうふうに思っていた時だったんですよ。話長くなりましたが、その自由党に太郎さんが入るって聞いてね、あ、なるほどなと思って、で政策とか見ても太郎さんが言ってることとね、自由党は非常に近かったんですよ。で、これは面白いな、どうなるんだろうと思っていたんですけど、まあそれでちょっと話外れますけれども、面白かったのは、これはまあなんか太郎さんがどっかで話したことを聞いた、僕が直接聞いたわけじゃないんですけれども、言うには、党名を自由党と山本太郎となんかその仲間たちみたいな、党名にしましたよね。つまり、ただ入るんじゃなくて共同代表として迎え入れようっていうねことでしたときに、どういう当面しようかっていうのを2人で考えたんですって。で時に、太郎さんが、小沢さんこんなのどうですかっていうのはなんか提案したんですよ。それがね、小沢一郎ですね。で山本太郎、どっちも古風な日本の名前じゃないですか。だから一郎と太郎ってどうですかって言ったらしいんですよ。もうなんかそれめっちゃ古いなんか漫才師みたいな名前じゃないですか。愛し恋しみたいなね、三郎四郎とかね、安志清とか、それと変わんないじゃないですかっていうね。で言ったらね、太郎さん最初はこんなこと言ったら小沢さん怒られるかな、で小沢一郎すごいやっぱ真面目な人らしいんですよ。で怒られるかなと思ったのに、太郎と一郎と太郎どうですかって言ったら、小沢さんがなるほどね、絶対ね、真剣に笑っちゃうから、真剣に考えてくれって言うんですよ。だから本当だったらバカな、そんなね漫才師みたいな名前ダメだよ、山田太郎くんとかってね、もうちょっと真面目に考えなさいって怒られるかもしれなかったっていう太郎さん言ってたんですけど、それをね真面目にって考えてくれたっていうところで、あ、やっぱ小沢一郎ってこの人すごい人だな、そういうね本当にちょっとふざけてるんじゃないかっていうことを言ったとしても真面目に考えてくれるっていう話をしていてね。でここでちょっとまた小沢一郎像が見てきて面白いなと僕も思ったんですけれども、まあ、結局ね自由党と山本太郎なんとかっていう名前でありましたけれども、でもねその時大変だったと思うんですよ。だって普通のも何年もねやってるじゃないですか、とかね政治家さんとかも自由党のたくさんいらっしゃったはずで、でそういう人がこうチンピラみたいな、そういう人たちがみたいな、山本太郎みたいなのが、まあ僕はすごい彼はもう純粋でも思いのあるね人だって分かってるけど、やっぱりほとんどの人はそれ知らないわけですよね。でなんかタレント議員出しての入ってきて、いきなり共同代表、それも小沢一郎先生と共同代表とかってね、もう許せねえっていうような人たちが絶対いたと思うし、当然だと思うんですよね。でそんな時にそれをねその太郎さんを立てて、って言って他の人たちね、分かるけれどもねっていうことで
そういう風にしてみんなを話したり説得したりしてね、太郎さんを守ってくれたのがデニー玉城さんだったんですって。で、後の沖縄県知事ですよね。で、その沖縄県知事、に、デニーさんがなられてから僕は、ドキュメンタリー沖縄戦、さっきはこれ原発の映画でしたよね。で、この原発の映画撮ったってことで、あの社会派の一面がある監督だと思われて頼まれたのがドキュメンタリー沖縄戦っていうね、映画を撮ったんです。で、沖縄にね3年通って沖縄戦って一体どういうものであったのかっていう、ことを描いたドキュメンタリー、初のドキュメンタリーを撮ったんですけど、表敬訪問で、まあ、よく映画その土地で地元で作った映画の、そこの知事や市長やを表敬訪問映画監督がするってことは あるんですけれども、で今回この時も、デニー玉城さんに会ってもらえたんですよ。知事に自己紹介的なので、実は僕はこの以前に原発の映画撮ってまして、この朝日の当たる家っていう映画を撮ったんですよっていう話をして、でそれに出てくれたのが、まあ、当時これないですけどね、こう太郎さんのスチール写真をお見せして、山本太郎さんでって言ったら、デニー知事が「おお、そうなんだ」とかって言って、で、ね、自由党でね、確かねデニーさんが幹事長だったんですよね。で、もう太郎さんはデニーさんをもうなんか兄貴分として慕っていたっていう話も聞いていたので、でそこで僕が最近太郎さんを見てると、非常に小沢一郎さんの影響を受けていろいろ学んで、それをこう選挙で実践してるんじゃないかなっていうふうに思うんですよって話したんですよ。というのは、まあ、今回のこの衆議院選でもそうですけど、もう太郎さんってもうちこっちでこう街頭演説してるじゃないですか。で、今でも本当今日この瞬間でも1日なんか4カ所ぐらい回って、でその何時間も喋ってるんですよ。もう本当体力持たないんじゃないかっていうぐらい。で、それを毎回その都知事選の時もそうです、その前もそうでしょう。もう見てて気の毒なぐらいね、もうだってあれ喋る大変なんですよ。で、特に彼は全力で喋るでしょう。ヘッドヘッドになりますよ。で、僕もそういう、まあ、講演会とか、舞台挨拶とかってするけど、30分やっただけでね、ヘトヘトになりますから、それがこう3時間も喋るっていうのをね、1日何本もこなせるもんじゃないっていうことをしている。でもそういうこうね、やってる理由って何かって言った時に、小沢一郎さんっていうのはもともとドブ板選挙って言って、もうとにかくそう地元を回って、その選挙区を回って地元の人たちに訴えることが大切だっていうふうなことを、言ってる方ですから、それを多分太郎さん実践してるんだと思うんですよね。で、そういう、なんていうかな、こう、宣伝したり、こう、そういう大きな、なんていうかな、団体同意、に協力してもらったりとか、まあそういうことも大事なんだろうけれども、やはり自分がこう、直接その、有権者に訴えかけることの大切さっていうのは、多分、小沢さんから学んだんだと思ってたんですよ。それで、それをデニーさんに聞いてみたんですよ。そしたらデニー知事がね、いや、監督言う通りだったよね、太郎は本当小沢さんからいろんなことを学んでね、それを今ね実践してるんだよとかっておっしゃってたんで、あ、やっぱり絶対そうだよなと思ってね、いうところでね、不思議な、で、なんていうか、そのね、太郎さんの話をしたことでなんかすごく急にね、話が最初まあね、表敬訪問という形で硬い形式的なもんだったんだけど、そこからね、デニー知事がね、すごくね、なんていうかな、まあ、太郎と一緒にね、仕事をして、原発の映画作ったね、監督なんだからっていうところでね、なんかすごく温かくね、接してくれたんですよ。っていうことがありまして、で、その小沢さん、幹事長だったのデニーさん、で、小沢さんがいて、共同代表は太郎さんだったんですけど、その小沢一郎さんが、太郎さんが入った、ちょっとしてからですけれども、言ってたんですよ。インタビューで、いや、僕はね、太郎くんがね、役者やってたって全然知らなくて、で、とかっておっしゃってたんで、で、やっぱり、そうか、やっぱり政治家で忙しいし、そのテレビドラマとかね、朝ドラの大河もやっぱ見ないんだろうなと思って。だから、まあ、タレントだったみたいなことはご存知だったかもしれないですけれども、まあ、俳優やってたことはご存知なかったんですって。で、それ聞いたときに、その後ぐらいに、ようやく朝日の当たる家のね、
DVD が出ることになったんです。で、直後、普通今公開終わったらもう何ヶ月かですぐ出るじゃないですか。でもね、どこのビデオメーカーも打ち出しますって言ってくれなくて、もう映画館も大変だ、映画館の上映すら大変だったって話はまあ以前にしましたけれども、やはり原発っていうのはもう本当タブーでね、皆さん触りたがらないっていうのがあったんで、それがね3年ぐらい経ってからようやく DVD になりました。これその DVD です。今もね Amazon とか楽天で売ってます。この DVD が出まして、で、まあ本当待望の DVD だったんで、これをそうだ太郎さんね、送ってあげようと思ってした時に、小沢さんの言葉を思い出したんですよ。太郎くんはね、俳優だと僕は知らなくてって言ってたからっていうんで、これ2枚2枚太郎さんのこと2枚で、当時国会、議員なので議員宿舎に太郎さん住んでたんで、その議員宿舎の宛てに2枚で、お手紙書いて、で、太郎さんの無事に予約された3年おかげさまで DVD が出ました。で、この間テレビ見てると、小沢一郎さんが、太郎くんは俳優だと知らなかったっていうので、DVD は2枚同封しますんでね、1枚あげて、俳優太郎さんがやってたことをこれで確認してもらってくださいみたいなことを書いて僕は送ったんですよ。で、それ見たら、なんか太郎くんがこんなね、俳優やってたんだねっていうのを、その証拠となるので、一緒に2枚送りますから、1枚小沢さんにね、あげてくださいって言って、まあでもなかなかもうそうもね、そんな、小沢さんに DVD って言うわけにいかないだろうなと思ったんだけど、まあそれでちょっと太郎さんがね、はっはっはと言ってくれればいいかなと思って、同封して送ったんですよ。で、しばらくしたら、写真がね、太郎さんから送られてきて、で、まあ、メール添付なんですけれどね、見たら、この DVD を持って、太郎さんと小沢一郎さんが2人でツーショットでカメラ目線で写って、その DVD を2人でこう持ってる写真。で、笑顔で、こうして、太郎さんこうしてるんですよ。これ、監督、小沢さんにちゃんと渡しましたから、証拠ですよっていう風な感じで、写真。送ってくれてね、それ見てまたもう大笑いしてね、いやいや本当に本当にあげてくれたんだと思って。でもそれってやっぱりね、切りがたいんですよ、山本太郎って人は。とっても、だから僕はそこでやっぱり、まあ原発問題もあるし、でね、自由党も原発反対の党ですから、でそれでやっぱりこう見てもらってっていう風なこともきっとあったと思いね、あげてくれた小田さんに進呈してくれたっていうね。だから僕としてはやっぱ嬉しいじゃないですか、そういうね、著名な政治家に僕のビデオをこう渡して、まあ忙しいから見なかったかもしれない、だけれども、渡してくれたっていうのは嬉しくてね、なんかやっぱ切りがたいな太郎さんはと思ってね。でそれを、例えばメール来て、監督、太郎さんが渡しましたっていうよりも、その写真送った方がやっぱりウケるしね、なんかこっちも嬉しいじゃないですか、本当の証拠になるからっていうね、っていうことがありまして、まあその後、まあ太郎さんは自由党を出て令和新選組を作るわけですけれども、でも今回のその破竹事件の時も、まあ結局おりましたけど、破竹に出馬しますっていうことは、その決まった後に小沢さんには報告に行ってるって言ってましたから、やっぱり今もやっぱりね、こう そういうつながりがあり、いろいろ教わったり学んだりしてるんだろうなと思ったんですけれども、だからそんな意味でね、小沢一郎っていう存在はね、やっぱ太郎さんに対してすごく太郎さんにとってとってもやっぱ大きな存在だったんだなということを思い、その、まあ、自由党に行ったっていうのは当時ね、なるほどなと思ったわけなんです。でそのことで、僕は、まあ、またデニー玉木さんともお会いし、のし、まあ、本当に短い時間ですが小沢一郎さんにもお会いしてっていうことがあってね、まさかこんな展開になっていこうと思わなかったんですけれども、そんな風にね、山本太郎さんを取り巻く人たちっていうのがいろいろいろんな展開をしていくなっていうのがあります。まあそんなことでね、こんな話ですけれども、そこからね、あ、太郎さんそういう人は義理がたいんだなとかね、そのね、自分がもう議員になってるのに送った DVD をわざわざね、党首に、僕が一枚どうぞって言って渡してくれたりとかっていうね、可愛いっていうか義理がたい、そういうところもあるしっていう、なんかそういうことを分かってもらうことで、ああいうきつい質問を国会でしている、あるいはなんかバカなことやって戦って、バカなことじゃなくて計算してやってるんですけどねっていう山本太郎っていうのしかなかなか目に入ってこない中で、こういう話なんか聞くことで、そういう一面があるんだとかね、あ、いい人じゃんとかね、いうふうなことがなんか伝わると嬉しいなと、そんな感じで応援してます。
ではまた。